その資料を見て、なんかこういう凹凸のさせ方するとぽくなるなっていう、うんうん、なんか爬虫類っぽくなるなとか、目もそうなんですけど、目とかなんか肌の質感とかゴツゴツ感とかもそうなんですけど、ありがちなのはやっぱりこの角の一個一個のディティールを折っちゃう、うんうん、こういう細かいこういうとかこうやってやって、うんうんうん、でこうやって塗ってって、でもこれこうやって塗ってってパッて引いた時に平面的になっちゃうんですよね。だっていうよりはもっと大きい面で一つの塊としてこうやって塗ってってあげた方が、うん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 、いいかなと思いますね。